3月8日、2009年の侍ジャパンメンバーがプロスピエースに登場します。その中でも、イチローさんの能力が気になるという方は多いことでしょう。そこで今回は、どこよりも詳しく、イチローさんの能力予想をしてみたいと思います。まず、WBC 前年の2008年の成績と、WBC の成績を確認しておきましょう。2007年、2009年と比較すると、打率の低さが目立ちますが、それでもすごい成績だなと感じます。査定基準は2008年シーズンプラス、WBC での成績でしょう。これらを踏まえた上で能力予想をしていきます。果たして、2000年査定のオリックス版と比べてどのような能力になるでしょうか。なお、予想にあたって実況パワフルメジャーリーグ2009とプロ野球スピリッツ6を参考にします。まず弾道は昨年同様、中弾道と予想。ラインドライブを望む方は多いとは思いますが、アーチストを期待された松中さんがパワヒだったことを考えると、中弾道のままだと思います。期待しない方がショックを受けずに済むので、私はライドラでの登場は期待していません。パワーは C67 と予想。6本塁打しか打っていないため、さすがに B はないでしょう。プロスピ6で C 査定になっていることからも、パワーは C で、称号で D に乗る形になると予想します。走力は A87 と予想。まず、2000年版と比較して、盗塁数が倍以上なのと、盗塁成功率 92% と圧倒的な点が挙げられます。また、2008年は内野安打の数が56もあり、内野安打率はこの年の1213安打の4分の1以上に当たる 26.3% でした。内野安打を記録する上で足の速さは欠かせないですし、これだけの数を記録していれば走力はオリックス版よりも高くなるでしょう。ミートの予想は弾道の次にやるつもりでしたが、すっ飛ばしてしまったためここで。2008年は打率3割1分、WBC では2割7分3厘だったことから、A はあれど2000年版よりは下がるでしょう。メジャー1年目の2001年から WBC 前年の2008年までの通算打率が3割3分なので、コナミが MLB での実績を加味してくれるといいんですけどね。コナミがメジャーリーガーの査定をどのように行っているかは不明ですが、数字だけ見ればよくて A81 でしょう。コナミが MLB での実績も加味してくれると期待して、ミート A85 と予想しておきます。続いて守備能力を予想してみましょう。ライトのイメージが強いイチローさんですが、2008年は69試合センターの守備機会があり、守備率は9割9分5厘でした。一方、本職のライトは91試合の守備機会で、失策4つの守備率9割7分8厘でした。最終的にセンターとライトの合計守備率9割8分7厘で、8年連続のゴールドグラブ賞を受賞していますが、イチローさんにとってメジャー移籍以降、最も低い守備率となってしまいました。これをコナミがどう判断したかによると思います。MLB の選手のデータを扱っているファングラックスによると、守備指標はこのようになっています。まずアームレーティングスは、外野手の送球による貢献を得点換算したものを指し、外野手の肩力を査定する上で重要な指標と思われます。レンジランズは守備範囲を意味し、これが守備適性に影響していると考えられます。エラーランズは失策抑止による貢献。UZR は同じ守備機会を同じ守備位置の平均的な野手が守る場合に比べて、どれだけ失点を防いだかを表す守備の評価指標。UZR150 は、150試合あたりの UZR を示しています。実際の守備映像を見ながら予想してみましょう。There's a drive to center field, backing up Ichiro, going back track, and he's there! Nicely done! Hit it about 403, and registers as an out. まず、センターの守備をご覧いただきましたが、数字以上に守備範囲の広さを感じませんか？続いて送球をご覧いただきましょう。Kendrick, a line drive base hit to center field. Ichiro comes up around third, Kochman. The throw to the plate is not in time, in time! Ichiro, baby, letters zing in there, all the way on the fly, and buffer. Bouncing ball, Lopez can't get it. Ichiro, the chance to throw a guy out at the plate. Here's the plate, got him. He's out. 肩の強さはさることながら、送球のコントロールが良すぎませんか？最後に補給シーンです。Swung on, fly ball hit to right field and deep. Back goes Ichiro. Away back and on the run. Makes a catch right at the 385 marker. In deep, deep right. 素人ながら捕球動作も綺麗だなと感じますね。これらの映像や守備率をもとに、捕球 B、スローイング S、肩力 A になると予想します。
守備適性はセンターライトともに A で、どちらかは特殊で S に乗るようになると予想しておきます。最後に特殊能力を予想してみましょう。オリックス版では超アベレージヒッター、エリア51、イチローが実装されていました。サムライバージョンは超渾身の結晶だ、アベレージヒッター回、エリア51になると予想します。WBC におけるイチローさんといえば、決勝での勝ち越しタイムリーですし、それに絡めた特殊能力がついても良さそうです。効果としては、パワプロの渾身の結晶打にチャンス20、丸をプラスした感じがいいのかなと。これくらい強くても、イチローさんならありだとなりますね。イチローさんといえば、アベレージヒッターと守備の上手さなので、アベヒとエリア51は、今回もつくかもしれません。まとめると、こんな感じですね。パワー D、予想の方がちらほらいましたが、個人的には、さすがにありすぎかなと思います。仮に、デフォルトで D、あったとしても、オリックス版よりは下がるでしょう。ということで、サムライ・ジャパンバージョンの、イチローさん能力予想でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。